はい、どうもサクスタイルでございます。皆様いかがお過ごしですか？元気ですか？いやー、サクスタイルはね、もう全く元気じゃないんですよ。あー、ごめんなさいね、これ音声後付けね。っていうのもね、本当にね、ちょっとね、年末でしょ。で、まあ繁忙期、会社仕事の繁忙期もあって、あのすげえ忙しくていや動画撮るのも、いや撮れるんだけど、もうなんかいい動画を撮ろうとしたらちょっとさ、そんな時間が取れなくてさ、だからもうちょっと申し訳ねえけど、楽な後付けでねやっていこうかなって思うわけなんですけど、そうね、あのね、本当みんな大丈夫あの学生の人たちはね、まあテストとかあったのかな、終わったのかな、もうテストとかね、まあ受験の人たちはもっと勉強しなきゃダメで、休んでる暇なんてないだろうけど、まあサクサルと同じ社会人仕事してる人たちはね、あの死んでないっすか、大丈夫っすか。あのまあゆったりとした職場ならいいですけど、あのサクスタイルのとこみたいに、あの年末鬼のように忙しくなるところは本当にね、もう殺す気かって思うんでね。でこの先ね、あの日本の悪しき風習、外事イベント忘年会っていうのがね、あのぶっ込まれてくるんで、もうね、下っ端の時はもう全然自分の会社の忘年会に行きゃいいだけですごい余裕だったんだけど、もうそうもいかないからね、関連会社だったり提携先の会社にもちゃんとね出なきゃいけなかったり、挨拶しなきゃいけなかったりするから、いや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 大変です。あ、本当世の中に忘年会っていうものが好きな人いるんかいって思うぐらいね、まあ、あれなんかさ、もうなんだろうな、1年の労をねぎらう会じゃないもん。もう1年の最後にあのお付き合いした企業にあの頭下げに行くみたいな来年もお願いしますって、今年ありがとうございました、最後の仕事だからね、あれめんどくさい本当に。あ、みんなもう社会人の人たちはもうあと少し踏ん張って頑張ってくれということでな、まあ、今回はちょっと長々と前置きがもう2分ぐらい過ぎちゃったけど、あの COD のランクプレイに行ってきました。4対4のね、ランクプレイっていう、その何、成績に勝利数に応じて、格付けが決まるというね、これに行ってきてるんですけど、まあランクプレイの闇を見ましてね、1人抜けられて2人はもう君たちちょっとあのランクプレイ来るレベルではないよまだみたいな2人をね背負いながら、どうにかこうにか自分の戦績だけは維持したけど負けるっていうね、ボコボコにされるっていうね、負けるはちょっともなんか控えめに言ってるわ、ボッコボコにされるっていうねいやもう本当にね、味方2人がね、あの抜けた子は知らないけど、味方2人がね、あのもうね、キルレが1いってるいってないとか、なんかもうなんかそういうレベルじゃない全然全くそういうレベルじゃなかった。あのなんていうのかな、操作から今日買ったみたいなさっき買ってきたみたいなさ、そんなレベルの味方ですごい辛かったそんな中やってきた、ランクプレイなんで、まあ今からね、本雑談が本ラジオ動画が本編が始まるんで、まあそれをバックに、これをバックにね、聞いてってくれればいいかなと思いながら喋っていくんですけども、そうね、ちょっと面白い話があってさ、どうだろうな、みんなからしたらあんまり薬とも来ないようなことかもしれないけど、まあちょっと聞いてってよ。あのサクスタイルは今までね、結構ちゃんとしっかり長い年月生きてきてね、年を言ってないから、明かしてないから何年とは言えないけど結構な年数生きてきて、初めてぐらいの勢いでびっくりしたことだから、ちょっと聞いてってよ。あのな、この前ちょっと仕事の関係でね、ちょっと飲み行くことがあって、でまあ仲いい人だから全然苦じゃないんだけど、でまあ2人だけでね、仕事の関係で、である人と飲み行って、まあ友達だね、仕事関係のお友達と飲み行って、で、まあ日本酒をね浴びるように飲んだのよで、サクサイの家の近くね、美味しい、そう、鳥屋さんみたいな、本当に店開ける
時間に取りさばいて出すみたいな、もう本当にさばいてから出しますよみたいな感じの、もうマジで新鮮な取り出してくれる。だからもうなんか叩きみたいなね、そのほぼ生で食べれるみたいな、刺身で食べれるみたいなところがあるんだけど、でそこ好きで、まあ、予約して食べて飲んで、でもうすげえベロベロに酔っ払ってさ、でまあ解散して、まあその食事は別に普通に終わって、でまあいざ一人でさ家帰るかなっていうね。でサクスタイルの住んでるとこって、まあ、結構歓楽街というか、まあその飲み屋だったり風俗店だったり、まあ風俗店ってまあいかがしいものだけを指すことじゃないけど、まあまあまあその風俗営業許可が必要なお店、要は夜のお店だね、飲み屋だったりそのキャバクラ、いかがしいかな、キャバクラもキャバクラとかホストクラブとかサパーとか、なんかもうこうちゃんとがっつり接客する許可が下りてるようなお店が結構多くて、でまあまあまあそれはもうその性的な風俗店も、まあ、結構多くて、でまあどんな治安言ってて悲しくなってきた、どんな治安悪いところに住んでんだよってな。まあそういうところにね、そういう歓楽街が近いところに住んでるんだけど、まあだからね、ご飯食べ行くときとかね、あのお酒飲み行くときとかは全然あの不便じゃないから、まあそれ目的ですごい居心地が良くて住んでんだけど、でまあそうね、一人で家向かってね、酔っ払って気持ちいいなと思って飲みすぎたなと思ってさ帰ってたの。したら50メートル先ぐらいにさ、こう男女がね、多分その時は、まあ、男女立ってるなみたいな感じで思ってたんだよ。でなんかさ、普通にさ2人並んで歩いてるとかさ、なんかこうなんだろうな、背もたれてなんかだべってるみたいな雰囲気とかさ、だいたい遠くから見てもどういう雰囲気かわかるじゃん。でもその時ね、サクサイルが見た時、その男女はさ、あの向き合っててさ、なんかちょっとおかしい雰囲気だったの。なんかわかるじゃん、遠目に見ても なんだあの2人なんかおかしくねみたいな。でちょっと近づいてったら、なんかどうやら男の方が女の子のこの額の生え際のところを、髪の毛をねぐしゃってわしづかみにして首をぐんぐん振って、なんかめっちゃ怒ってんのよ。まあそりゃもう外で怒るレベルじゃないぐらい怒ってんのよ。であの髪の毛つかみながら、もうあのすねのあたりガンガン蹴って、女の子のと思ってと思って、もうだから20メートルぐらいになったらもうそれが分かったから、何してんのみたいな、こんな外でみたいな、なんか家でやんならもうそれはもうそいつらの勝手だからいいけど、いや外でやんのこれって思って、っていうぐらいね、いやなんかこうやりすぎだろみたいな、外でこれやんのはって思ってたんだけど、でなんかそこで探せる、もうそれが良くなかったんだけど、酔っ払ってたから変な正義感を出しちゃってさ変な正義感出しちゃってさ、あのいやもうちょっとさすがにかわいそうだから止めてあげようと思って、ちょっと仲裁に入ろうと思って、あのお酒も入ってたからね、で近づいてってね、で、あのちょおっさんっつって、おっさんとは言ってないけどね、おじさんっつって、あのちょっともうこれ外だから、あの何があったか分かんないし、あの俺にはね関係ないことだけど、周りからしたらさ、見たらさ、おどうしたのと思うしさ、心配するしさ、あのこれで警察なんて呼ばれたらさ、そのね、おじさんの方がいろいろめんどくさいことになるし、あのね、女の子の方もめんどくさいことになるからって言ってた途中にさ気づいたんだけど、よく見たらさいやおじさんだと思ってた方はちょっとごめんね、言う前に笑ってきちゃった。おじさんだと思ってた方はさ、まあおじさんなのよ。でサクスタイルが女の人だと思ってた方もおじさんなのよいやこれ聞いてね、いやちょっと、ま、待ちこれ聞いて、いやもう酔っ払いすぎだよお前と、酔っ払ってもうなんか遠目で分かんなかったんだろみたいな思うでしょ。違う、おじさんの、髪掴んでるおじさんの方はもう普通のおじさん、髪掴まれてるおじさんの方はバッチリ化粧して女物の服着たおじさん近づいたらめちゃめちゃごつかったもん
でな、おじさんがおじさんの髪の毛掴んでめっちゃすね蹴ってたのよ。で、女のおじさんの、ちょっとややこしくてごめんな、女のおじさんの方はな、もう泣いちゃって、もう化粧もボロボロで、もう汚い、もう妖怪みたいになってんのよ。ね、だけどもうさ、止めに入ったからさ、もうさ、そこで無視してなんかこう、きびすを返して帰るわけにはいかないからさ、いやだからね、もうその、もうね、二人もいい大人でしょっつって、まあ、お酒入ってたかもしんないけど、もうそんなね、この外でこうやんややったらこう大変なことになったりするし、警察呼ばれたら大変だから、ね、お互いちょっと家帰ってちょっと落ち着いてね、ちょっとね、ゆっくりしながら話して、腰据えて話してね、髪の毛掴んだりするのも良くないからねって、そういうのをおじさんと女の格好したおじさんの間を見ながら、もうなんか焦点ぼやかして、もう遠くの方を見ながら、その二人の間を見ながら、一切目を合わさずに笑っちゃうからね、お酒も入ってるし、もうなんか帰るんだよっつって、そそくさとサクスタイル逃げるように、なんかサクスタイル悪いことしたみたいなノリで逃げるように、で女の方はありがとうございましたって言ってたけど、男の女の方はっていう表現もちょっと違うけどな。いやだからほんと変な正義感出して仲裁しようとしたらもう大変なことになるから、みんなも気をつけてくれっていうことで、ね、このランクプレイももうほんと軽い気持ちで入ったらこんなにボコボコにされるから、みんな気をつけてな、パーティー組めんのかな、パーティー組んで行った方がいいと思いましたっていうことでな、年末年始、大人はねお酒とか飲む機会あるけども、飲みすぎないようにということで、今回の動画のお相手はサークスタイルでした。よろしくどうぞ次も見てね。バイバイ。